えー、プーさん、よろしくお願いします。カブさん、こんばんは。えー、こんばんはでいいのかななかなか寝つけず、えー、スマホを見てたら、アナのお知らせ。ん、えー、何これ機長さんでいいの何なの、えー、素敵すぎて寝れません。うん。あのー、皆さん、寝れましたか昨日は。うん。赤ファントムデザインは、ドリーさんだと本人が、えー、中国杯、えー、解説中の雑談で言っていたと思う。バラ1も、 ドニーさんの昔の衣装が原型。2000年から2001年。ありがとうございます。そういうことらしいですよ。まあ、可能性ということなんですが、中島、えっと、えー、ではなく、中島さんではなくて、ドニーさんではないかということみたいですね。本人が言っていたということらしいです。なるほど。うん。うん。 驚き情報でしたね。え、レモンみかんさん、よろしくお願いします。え、皆様、羽生の日が明けましたか寝れましたかえ、かぶくん、おはようございます。かぶくん、このサムネ、ね、わっはは。いや、もうこれしかもうないですよ。ねえ、もう昨日言葉を失いましたからね。うん。 ゆめさん、よろしくお願いします。かぶくん、おはようございます。あれから少し眠れましたが、あの、眠りが浅かったようです。うん。まったく、羽生結弦の情報はいきなり来るからびっくりぽんになるんです。え、羽生さんが、楽器、新垣結衣さんのファンなんですよね。え、その、新垣結衣さんの旦那さんが、星野源さんの、星野源さんなんですよ。え、舞台裏で、新垣結衣さんのことを聞いたりしていて。なるほど。うん。で、 新垣結衣さんも後世の石器製の CM に出ています。何か、えー、どこかで繋がっていますね。アナのパイロット姿の羽生さんもやばいです。エルジャポンのグッズを着ていた羽生さんもヤバかったです。そしてアイラの羽生さんもきっとヤバいと思います。 そろそろ何か情報が出そうです。いややばいですね、本当にね。うん。あの、スケート以外ではそんなに活躍していかないっていう話だったと思うんですけど、まあ、アナは羽生さんのね、えー、をサポートしてきた、ね、っていう経緯もありますので、まあ、いろいろその、これからはアイドルとしてもなんかい出てくるんでしょうかね。うん。ねなんかね、いろんなところに羽生あり、波乳譲るありき、ありという感じですよ。皆さん。うん。 え、突然、また、あの、速報が出る可能性がありますね。えー、かぶさん、おはようございます。アーニャです。よろしくお願いします。仙台にある伊達家の霊長でしょうかね。霊長である。うん。追放殿に、毎年仙台七夕祭りの期間中、羽生さんの衣装、モチーフの吹き流しが飾られます。えー、昨年はテント、筒でした。うん。えー、そして、スケート靴の形の敷石があることでも、あの、ファンの間で、 以前話題になったところです私は七夕行きますよ。うん。結構好きで毎年行っています。カ、え、ボ、ー、さんが銀座の雰囲気が、えー、新宿東口や渋谷などに比べて。 好きだと言っていたのがなんとなくわかります。うん。今まで、えー、銀座ってほとんど行ったことなかったんですが、えー、最近は無ン構成や先週はグッチギャラリーなどが行く機会増えて、落ち着いて行ける雰囲気だと感じましたよ。うん。だからね、敷居が,敷居が高いっていうよりも、むしろ落ち着いていて非常にいいなって思いますよ。 うん、渋谷とかガヤガヤしてて僕あんまり好きじゃなくて、うん、新宿も東口とかもガヤガヤしてあんまり僕好きじゃないんですが、銀座とかは品川とかあの東京駅とかもですね、結構やっぱりあの辺は空気がまず違いますね。うん、なので、あのすごくいいなって僕は感じますよ。うん、大阪の、ね、道頓堀のあの辺りもガヤガヤしすぎてて、ちょっと苦手なんですよね。うん えー、京子さん、よろしくお願いします。こんにちは。京都は毎日暑い土末。うん。花はじめさんの件ですが、グループでジャズとか、 演奏をしており、テレビ番組など出ていたお方で、昔ですね、おばちゃんの子供の頃、簡単に言うと、ドリフターズの大先輩でしょうか。告白、おばちゃんは1955年生まれです、うん。シングシングも演奏しますね。必ず、羽生選手とシングシング、つながりかと思いました。うん、ある意味、チャット GPT 奥深い。またさらに勉強中だと思います。まだ人間には勝てないよ。 ハードがないもんね。うん。あのね、このチャット GBT っていうのもね、あるということで。なんかね、いろいろあるんですね。うん。で、この、えっと、花はじめさんの件ですが、なるほど。ね、そういう、結構昔だったんですね。うん。なるほど。ネイルさん、よろしくお願いしますえ。TikTok のダイナマイトを踊る羽生くんの動画についてはファン以外の方のコメントを拾ってみました。うん。羽生ゆずるにの、 パイロットかと思ったんあら、思ったら本人。似てると思ったらご本人だった。うん。陸にいるのを初めて見た。え、氷の王子様が陸にいる。足長、足高。うん。足長すぎ。足上げが綺麗。うん。足の上がり方が綺麗すぎ。足えぐいほど上がる。ハイジャンプかっこよすぎる。え、回し蹴りみたいなものが好き。 ねえ、蹴り上げと体の柔らかさがすごい。当たり前だけど回転綺麗すぎる。ダンスうま。ダンスうめえな。うん。ダンスうますぎる。え、ダンスもうまいのか。え、CG みたいに見えるうますぎる。そう、そう、僕もそう思いましたね。え、踊りに、踊りに、踊りに蹴りがあってさすが。え、蹴りがあれべち。うん。あのね、CG のように見えました僕も一瞬なんか。ね。このような感想が多かったです。私たちは、 あの、乗ってで既に見てたけど、初めて見たい人は驚きますよね。うん。海外の BTS ファンの界隈でも一気に拡散をされてるみたいで、ダンスに目が肥えている方たちで、え、ショーから上手くないと拡散されませんよね。うん。やっぱり、波くんはすごい。いや、ほんとすごいですよね。なんかダンスのね、勉強を独学でしてるっていう話はしてましたけど、レベルがほんと違いますよね。ほんとやばいですね。レベチというか、 なんだろう。もう、その、真似して、あの、さらに、その上を行ってる気もするんで、ちょっとやばいなって思いますね。なんかさらにレベル上げてるなっていう気がしますよね。うん。風呂敷からからさんおはようございます。よろしくお願いします。歌舞伎の皆様え、朝起きたらものすごいものが、心臓が止まるかと思いました。ね。うん。さすがにね。うん。でもこれって予,予告されたもんではなくて、急に来たっていうことなんでしょうね。 いや、これからもどっから来るかわかんないですね。うん。まだまだいろんな驚きが待ってるかもしれませんよね。あとみよこさんよろしくお願いします。カム君、おはよう。グッチ行ってきました。写真を撮る場所は決まってるけど、写真は目の前で行けて見れるんで、堪能できました。うん。いや、行ってきた方が行ってるけど、近くまで行けるんで、もう毛穴まで見えるし。 毛穴いまでね、えー。いつもスケート靴で見れない。裸、え、足、ー、も、裸足も見れて感動。うん、えー。暑さなんて吹き飛んでいきました。それと、行った方が言っていましたが、行かないと見れない写真も、あの写真も素敵でした。うん。えー、映像を見るコーナーもあり、3分くらい。えー、これも羽生結弦選手の話が来てよかった。で、4回メンズコーナーに展示されている、今回は羽生結弦選手が使用した衣装もじっくり見て、えー、素敵でした、えー。黒の衣装素敵。うん。 ハ生結弦選手が堪能できて、素晴らしい一日でした。うん。え、黒のユーって、これは、あの、オリジンでしょうかねそれとも、あの、レッド・ミ・エンターテイン・ユーでしょうかねうん。なるほど、そういうのもあるんですね。で、あの、なんだっけな。すごいですね。あの、 毛穴もそうなんですが、羽生選手の裸足、うん、素足っていうのは気になりますね、やっぱり。うん、あの、スケート、スケーターの足は、やはりこう、スケート靴にね、鳴らしていく、あの、まあ、順応していくっていうのはあるかと思うんですけど、やっぱり、まあ、あの、スケート選手の、まあ、スケート用の、まあ、スケートの足になっていると思うんですよね。うん。やっぱり、あの、他の方とちょっと違うような足になってるんですかね。うん。 あの、細くてスラーっとしてる感じなんでしょうかね。うん。中には、あの、小指がもうほとんどなくなっちゃってね、それくらいの人もいるんですよ。あの、使いすぎてね。うん。 えー、ようさん、よろしくお願いします。えー、かぼくん、こんにちは。えー、おげんさん、NHK が、えー、動画アップしてました。ホースのげんさん、松藤さんがとても良かった。いろんな話が聞けたと、聞けたと、えー、話していました。ますます妄想が炸裂です。えー、皆様ごは、ご、ごわらんあれ。せばね。うん。なるほど。そういうことらしいですよ、なんか。うん。なんか、いろんなところが、情報が、あれですね、あって。あれですね。うん、すごい、なんか、うん。 あ、かぶくんごめんなさい。チャンネルは n h k ミュージックです。せばね。うん。n h k ミュージックというチャンネルでやってるみたいです。これは、えっと、このチャンネルは YouTube でしょうかね。なるほど。うん。えっと、これ YouTube でしょうかね。n h k ミュージックうん。はい。 えー、VP さんよろしくお願いします。カブくん、こんにちは。えー、はにゅくん、出演の NHK のオゲンさんのサブスク堂の、えー、番組宣伝の動画が出ました。えー、その中で、ママの、豊か、あ、豊か豊かさんでしょうかね。豊か豊かさんでしょうかね。が、ほうほうさんかなが、羽生ゅくんがあんな秘密をこんな番組で話して大丈夫なのと言ってました。うん。えー、こんな、あの、あんな秘密をですよ。ねえ、秘密って何を話したのかな あの気になりますね。え、なんだろう。なんでしょうかね。そして、羽生君は、鳥の目と虫の目を持っているとも言っていました。どういうことは一体これは。で鳥の目とはえ、物事の全体像を俯瞰で見渡す視点のこと。え、虫の目とは、え通常よりもはるかに細かいところに注意深く、かすかに入り、あのあのえ入り細にえ入り見る視点のことということですね。うんあの なるほど。納得ですね。これは羽生く君の演技中のことかなえ。音楽の話もいっぱいできたということですよ。本当に楽しみですね。うん。あでも全体像と結びで見てる。なるほど。まあ、大きな視点とちっちゃな視点っていうことでしょうね。きっとね。うん。あでも僕もそういうふうに思ってました。あとね、先見の目っていうのもすごいと思ってましたね。うん。先を見渡す力っていうのもすごいなって思いますよ。うん。予想する力とかね。 なんか、世の中が、世の中がどうなるのかなっていう、その先を見通す力っていうのもすごいなって思いますね。うん。で、えっ、ー、と、ちなみに、えー、調べてみたら、魚の目というのもあって、魚の魚の目でしょうかね。魚の目とは、 時代の変化を捉えて、えー、先、あ、やっぱそうですよね。うん。先を読む視点。えー、ま、また、周りの空気を読んで、相手の都合などに配慮する視点。うん。あ、これもすごいわかりますね。あの、だそうで、羽生くんは、これも立派に持ち合わせっているように思いますね。むしろ僕は、これがすごい感じてましたね。うん。でも、魚の目ってあるんですね。なんか、魚の目っていうのもあると思うんですけど。まあ、あれはと違いますね。うん。はい、うん。 魚の目はなんか、なんか出来もんでしたっけうん。はい。えっ、ー、と、マザーデリアさんよろしくお願いします。えー、かぶくんこんにちは。えー、毎日お疲れ様です。おげんさんで、羽生選手がお見知りになっている。 言う方も購入、やっぱりですかまあ、すね。えっ、ー、と、購入する方が出てくるか、あ、出てくるかもしれませんね。いや、いますよ。絶対いますよ。あのー、もうこれは、あの100、100%だと思いますね。l <laughs> ルジャポンのチャリーケースみたいに SN、SNS で見たんですが、え、他局だったり、過去のお宝映像が流れてくる可能性があるんで、え、<laughs> 再放送が今できない NHK プラスの配信など貴重な放送になりそうです。おげんさんのサブスクのえー、あ、うん。 で、録画予約で失敗をしたら、再起不能になるかもしれない。うん。HD いっぱいになっているので、えー、録画する時に、えー気,えー、気をつけないと。うん。で、えー、猫マサムネさんも昨日、えー、ハニああ、8と2のハニーの日なんで、えー、昨日はパイロット姿でした。 うんえー、今日は蜂蜜の日だから、ブンブン姿で蜂蜜をもも、ね、持っていたし、ね、ええー、なの,あのかっこいいすりおとりは、えー、グッチだけではなくて、いろいろ次々といろんな姿で登場するゆずくんも、もうめ,めんこい、うんえー。ちびゆずくんから見ている方は、もう自分の息子にしたくなるくらい愛おしくなってしまいますね。うん、もうめ,めんこいっていう感じですね。うん、めんこい。うん だから、この7月のね下旬から8月のまあ上旬にかけて、やっぱ羽生選手のお祭りというか、そういった日なんでしょうかね、あのまあ年末年始っぽくなっている気がするんですけどね。うん えー、ゆめさんよろしくお願いします。かぶくんこんにちは。えー、のろのろ、のろのろ停滞台風に困りましたね。うん。こちら、変現象で高温続き。あと1週間くらいは続きそうです。うん。台風は日本の南岸に沿っていくのかな。ちょうど、えー、お盆の帰省が始まる頃に影響がない。えー、旅行などに行かれる方も多いのに、それよりもコロナがまだ流行ってますね。うん。親戚で感染者が出ました。お、これ心配ですね。 うん、またシンコロが流行ってるんですね。そういえば、ベルギーでは、もうシンコロの話なんて、全然してないですね。うん。ほんしてなくて、あの、忘れる日すらありますね。うん。なおなみ様、よろしくお願いします。かぶくん、こんにちは。昨日の8月2日は、羽生結選手の日だったことをすっかり忘れていた私です。羽、う、生、んえー、ファンの皆様申し訳ない、申し訳ないです。というのも、昨日は旦那さんの誕生日と被ったため、 え、ってことは、旦那さんの誕生日と、羽生さんの日ということで、かぶるんですねで。好きな鶏の唐揚げは、猛暑でとても無理なんで、2番目に好きなタコの磯、タコ、うん、の磯辺揚げをしました。うん、タコの磯辺揚げなんかある,あるんですね。で、タコの磯辺揚げなら揚げあ、揚げ油油も少なくて済むし、揚げ油ですかね、もう少なくて済むし、え旅行猶のた,ため、短時間で調理できました。うん。 なるほどで。ケーキはしつこいからと希望のコーヒーゼリーを3日前に作り、私だけのシャトレースのプリンを2個、えー、缶詰のフルーツミックスで飾り、 こっそり猫個食べちゃいましたよ。あ、なるほど。うん。夕飯後にカブクンチャンネルを見て、8月2日、羽生結弦選手の日と祝って、ワインならぬ手作り、えー、シソジュースで乾杯しました。ツイッターの穴情報もあり、えー、見ましたが、機長、パイロット、キャンプテン姿に、おげんさんの良かった姿と何を着ても、かっこいいし、様になる羽生結弦選手がんぷ 今日も、羽生結弦るえ、祭りで、万歳ですね。うん。え、ってことは、旦那さんのお誕生日と、羽生くん祭りが重なったんですね。うん。でも、あの、これワインを飲みながら、どっちにお祝いをするのかなっていう感じですね。うん。クリスマスと誕生日が重なった気分です。なんか今。うん。はい。というわけでですね、えっ、ー、と、これで、担当と動画を止めていきたいと思います。